トールチューブ。モンバーバラという村に踊り子の姉マーニャと占い師の妹ミニアという姉妹がいた。二人の父親錬金術師エドガン、このエドガンは弟子のバルザックによって命を奪われていた。二人は父親の仇であるバルザックを探し求めていた。モンバーバラの村を旅立ち、ふるさとであるコウミズ村を訪れた彼女たちは、エドガンのもう一人の弟子、ウォーリンが、村の西の外れの洞窟の中で、傷の回復を図りつつ、バルザックへの反撃の機会を伺っていることを知る。ウォーリンと合流した彼女たちは、憎き仇、バルザックを討ち果たすため、キングリオ城へと向かうのであった。死闘の果てに、父の仇、バルザックを討ち果たした、ミニアたちの前に新たな強敵キングレオが現れる。圧倒的なキングレオのパワーの前に三人は全滅を余儀なくされる。倒された三人は地下牢へと投獄される。その中には先代のキングレオ王がおり、彼の手引きにより脱獄を果たした彼らはハバリアの港から出港するエンドール行きの船に乗り込み、新たな仲間を求めて旅立つのであった。ご視聴ありがとうございました。